旧制長崎医科大学は、1923年4月、長崎市に設立された、旧制管理大学。略称は、長崎医大。この項目では、長崎医学専門学校などの源流、全身諸行についても述べる。1930年頃の長崎医科大学、長崎養生所遠隔及び、長崎医学校遠隔も参照長崎病院長と、兼任。 1893年10月まで、第5高等中学校医学部長。1893年10月から1894年9月11日、登場主事、1894年9月11日から1897年9月3日、第5高等学校医学部主事、1897年9月3日から9月11日、主事心得、栗本透明。 長崎病院長と兼任、1901年4月1日から6月5日、校長心得。1917年5月10日から12月8日、事務取扱い。村上安蔵、1917年12月8日から1919 19年12月24日、事務取扱い。1920年4月16日から8月12日、事務取扱い。国友かなえ。 1924年5月20日から1925年1月24日、学長留学による事務代理、国友かなえ。1927年12月27日から1929年7月3日、学長留学による事務代理、浅沼武雄。1942年5月4日以降、東亜フ土病研究所長を兼任、被爆し、 1945年8月22日から12月22日、事務取扱い。東亜フード病研究所長を、兼任。1948年1月23日から1948年12月5日、事務取扱い。フード病研究所長を兼任。1949年5月31日から7月29日、長崎大学医学部長と兼任。 1949年7月29日から1951年10月1日、長崎大学医学部長と兼任。1958年11月18日まで、長崎大学医学部長と兼任。付属医学専門部長臨時付属医学専門部長。学長と兼任。これ以降付属医学専門部長。被爆死。学長と兼任、付属薬学専門部主事。 部長附属薬学専門部主事1944年4月以降、附属薬学専門部長、1947年3月から1948年11月、一番が瀬直が部長代理、1949年5月より、長崎大学薬学部長、第五高と中学校医学部設立当時のコーチは、長崎養生所以来の小島号、 アザイなりだけの高地を継承していたが、1891年9月11日、県下西の義軍、浦上山里、村里里に新行者が建設されて移転し、在来の小島高地は、文教場とされた。以後浦上高地は、遺前、偉大に継承され、偉大の原爆被災まで存続した。また正門を入って、右手奥にある丘は、首人僧の作、道の丘で略して、 首路が丘と呼ばれ、丘の上の広場には、医学校当時の木造2階建ての洋館が小島から移築されたこともあり、この丘は新高地のシンボルとなった。1945年8月の原爆被災で、浦上高地の全校舎、病院施設が壊滅し、使用不能となったため、その直後から、大学本部は、片淵の長崎商工会議所、長崎経済専門学校、 ついで新興全国民学校に移転され、同国民学校を臨時の付属委員として膨大な数の被爆者の診療を行った。同年9月には大村市の旧海軍病院で診療、講義が開始、翌46年に、これが諫早の旧佐世保海軍病院分院に移転した。ついで1947年には、浦上の付属委員外来本館の修理が始まり、大学本部の一部と、 基礎医学教室が同館に復帰した。しかし、諫早、新高前に残る臨床学教室が浦上に復帰し、付属病院が完全に復旧したのは、新生長崎大学発足後の1950年である。以後、浦上コーチは、長崎大学医学部キャンパスとして継承され、現在に至っている。原爆投下前、後の航空写真。17が、長崎医科大学。 20が、付属委員。同心園の数字の単位は、フィート医科大学の所在地である長崎では、潜在時には、医大が救援活動の中心的な役割を担うことが期待されていた。しかし皮肉にも原爆は、長崎医大そのものを直撃することになった。すなわち、1945年8月9日午前11時2分、爆心地より600から800メートルの至近距離に、 位置していた長崎医大は、基礎教室、臨床教室、付属医選、付属薬選、東アフェド病研究所、看護婦寄宿舎などすべての校舎、施設が一瞬のうちに倒壊、炎上し、この時点で抗議、診察中であった、教官、学生、看護婦、事務職員ら合計896名が犠牲となった。これに加え多数の入院、外来患者も犠牲となり、 その数は約200名とされるが実数は把握できない。特に木造の基礎教室で受講していた偉大生、付属医先生400名余りは大半が爆風で倒壊した校舎の下敷きになり、火災により、少子、運よく校舎から脱出できた者も,も被爆後1ヶ月以内に死亡したため全滅となった。これに対し RC 作りの堅固な建物であった臨床教室で 卒業試験のため出席していた以下対象4年生と、付属医選3年生の中には、被爆時の場所によっては休止に一生を得たケースもあった。核を進む学長は、被爆の直前、東京出張からの帰との8月7日、被爆翌日の広島を歩いて、山上を目の当たりにし、翌8日、偉大に起任して、その詳細を学生、教職員に報告していた。 長崎での被爆時には、加藤学長は内科病棟で診察中であったが、爆心地方面に近い北側の窓から爆風の直撃を受け重傷を負い、8月22日避難、先の防空壕で死去した。角尾学長の他には、付属委員長の内藤勝利教授が死、付属委員部長の高木淳五郎教授も、重度の急性原爆症に侵されほどなくして死去した。 同じく勤務中被爆したものの比較的軽症で、稼働から工事を託された小屋の公平、長来女両教授は、それぞれ学長事務取扱い、付属委員長となり、大学の再建及び被爆者の治療が進められた。特に放射線科の長井隆史助教授は、自らも重傷を負いながら8月12日以降、救護飯を組織して傷ついた市民に対する医療活動を進め、 9月20日彼自身が一時昏睡状態に、陥り解散を余儀なくされるまで活動を続けた。この活動の記録は10月、危機を脱した長井により、原子爆弾救護報告書にまとめられて偉大に提出され、被爆直後の実態や、初期の医療活動を知るための貴重な資料となっている。かろうじて即死を免れた多くの重症者が逃げ延び、命を落とした校内、グビロが、丘では、 敗戦後の10月から11月にかけて、数多くの学生たちの遺体が収集、埋葬された。これにより、フビロが、丘は、原爆の惨劇を象徴する聖地として、位置づけられるようになり、1947年には、この丘に、大行堂の玄関に用いられていた、花崗岩を用いて、慰霊碑が建立された。旧大工地内で、この丘に、原爆被災を記念するモニュメントとしては、 格を進む学長の銅像、爆風により、前に9センチメートルずれ傾き台座との間で、隙間が空いたまま現場保存されている、旧医大正門の門柱がある。出身者教員日中戦争が全面化すると、中国大陸からの感染症の侵入を防止する、研究の需要が高まり、1940年秋、長崎大には、病理学教室、細菌学教室を母体にした。 大陸医学研究班が設置された。翌年、同班は、大陸医学研究所病理部と会唱、病理、細菌に学科を設置し、1942年3月には、これを拡充して、東亜フード病研究所が開設されるに至った。東亜フード病研究所は、九州南部のフード病調査などを行う一方で、中国大陸の日本軍占領地で、医療、衛生行政を担っていた。 同人会と提携し、観光などで野外調査を進めた。また当時長崎で大流行を見たデング熱の調査も、いった。1945年8月9日の原爆被災により、研究所は、研究資料とともに、一瞬のうちに消失し、金子正教授をはじめとして、多くの書院が爆死するなど、大きな打撃を受け、研究活動は一時頓挫した。 第二次世界大戦後の1946年4月、研究所は名称から東亜を削除して、フード病研究所と解消。翌5月には諫早に移転して、研究活動を再開した。新生長崎大学の発足により、フード病研究所は、同大学の淵研究所となり、1960年には、旧所在地である坂本町キャンパスへの復帰を実現。 さらに1967年には国立学校設置法の一部改正により熱帯医学研究所と解消、現在に至っている。ありがとうございます。